はい、グッドモーニング、間違えた、間違えた、確か。いきますよ、グッドイーブニング YouTube。さて、本日は、あ、これ、十条先生、どうぞお願いします。すみません。はい、ありがとうございます。今日はですね、大物ゲストとして、東海大学鳥居先生に来ていただいてます。今やもう引っ張りだこでですね、いろんな会社さんからもそうですし、もう足でも、コロナリーでも、まあ、その他でも、ということで、病理の観点からもう本当に、ハイジャーナルのペーパーをバンバン出していらっしゃる鳥居先生の、ジャックのペーパーをですね、西新井ハートセンターの阿部先生に読んでもらって、後で鳥居先生に解説をしていただこうと思います。じゃあ阿部先生お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ちょっと待って。はい、よろしくお願いします。西原ハートセンターの阿部と申します。今日は、カルシファイドの、カルシファイドノデュールですね。共有して。え、ちょっと待ってください。失礼しました。はい。で、切ってますかね。はい。はい、カルシファイドノデュール、石灰化結節の、正体に迫った、論文。今日来ていただいた鳥居先生からのジャックの報告になります。まず ACS の原因ですけども、まあ、皆さんご存知の通りで、まあ、プラークラプチャーエロージョン と、今回取り上げるカルシファイドノデュールっていうものがあるっていうことが、まあ、すでに2000年の、ビル・マーニ先生の論文で、報告されています。で、まあ、それぞれちょっと、まあ、簡単に見ていくと、まあ、ペラクラプチャーに関しては、まあ、皆さんご存知の通りで、スインキャップファイブロアテローマ、ティクファっていうものの、ファイブラスキャップですね。繊維性の被膜の波状によって血栓形成を引き起こすことで、ACS が起こるといった基準です。で、エロージョンに関しては、冠動脈内膜の糜爛が起こることで、そこに血栓形成が起きて、ACS を引き起こすと言われています。で、まあ、今回挙げたカルシファイドノデュール、この後 CN って訳していることが多いんですけども、日本語で言うところの石灰化結節になります。これ一応定義があって、ちょっと英語になっちゃうんですけども、A region with fibrous cap disruption and luminal thrombus associated with eruptive dense calcific nodule っていうのが、一応カルシファイドノデュールの定義として挙げられています。で、これ挙げた画像のところには、ノデュラーカルフィシキ、カルシフィケーションって書いてあるんですけども、このカルシファイドノデュールとノデュラーカルシフィケーションって、まあ、順番が逆になっただけじゃないかと思うんですけども、まあ、一応ちょっとここの、区別っていうのはすごく頭がごっちゃになるところなので、解説させていただきます。まあ、そもそもカルシファイドノデュールとノデュラーカルシフィケーション、何が違うかっていうところなんですけど、じゃあ、白谷先生、これ、できますか？はい。違い分かりますか？カルシファイドノジュラカルシフィケーション。全く分かりません。すいません。はい、ありがとうございます。まあ、これ、本当に多分、すごい頭ごっちゃになっちゃって、分かりにくいんですけど、基本的にはですね、答えとしては同じなんですね。例えば IBUS とか OCT の画像上では明確に区別することは事実上できないので、あのカルシファイドノデュールもノデュラーカルシフィケーションも同じものなんですけども、ただし病理の世界、顕微鏡で見た場合は、この2つを区別するっていうのを、鳥居先生が留学されてたそのビル・マーニ先生っていうのが提唱したということで、この2つが区別されているということです。で、まあ、病理の画像でお示しすると、左側がノデュラーカルシフィケーションで、右側がカルシファイドノデュールになるんですけども、まあ、この紫色のもじゃもじゃしているところがカルシファイ、まあ、結節になるんですけども、まあ、左側の画像を見てみると、この結節の表面が、まあ、繊維性の被膜で覆われてて、血栓だとかフィブリンを伴っていないということがわかると思うんですけども、右側のカルシファイドノデュール見てみると、この繊維性被膜の崩壊が起きていて、その表面に、まあ、血栓を伴っているっていうのが、特徴となって、まあ、この右側の所見のカルシファイドノデュールっていうのが、まあ、まさに ACS の原因になる、所見かと思います。で、まあ、先ほど挙げた ACS の原因、プラークラプチャー、エロージョン、カルシファイドノデュールですけども、まあ、それぞれの頻度としては、プラークラプチャーが 65%、まあ、エロージョンが 30%、
カルシファイドノーデュールが、まあ、大体 5% ぐらいを占めているということが、報告されています。で、まあ、カルシファイドノーデュールの頻度に関しては、OCT による観察で、まあ、いくつか報告があって、まあ、それらの報告を見てみると、まあ、大体3から10% 程度ということで、まあ、これぐらいの頻度で、ACS の原因になっているということが、報告されています。で、まあ、これらの報告っていうのも全てですね、OCT による観察のまとまった報告になるんですけども、カルシファイドノデュールに関して、病理におけるまとまった報告っていうのは、これまでほとんどないのが現状で、まあ、今回、カルシファイドノデュールの病理に関して迫った論文が、今回の論文になります。失礼しました。で、論文の目的としては、カルシファイドノデュールの形成過程については不明な点も多く、形態評価及び ACS を引き起こす基準を解明することが目的となっています。で、方法ですが、アメリカの CV パスの、病理、検体になりまして、1994年から2020年にサドゥンコロナリーデスとして運ばれた1200人の検体が対象となっています。で、この1200人の、検体の中から、冠動脈内に血栓を認めた、524症例ですね、全体の 44% があって、さらにその中からカルシファイドノデュールを認めた、19例、全体の、まあ、3.4% ということで、まあ、大体先ほど の報告に合致する数字かと思いますけども、この症例と、まあ、ちょっと他の施設から集めた6症例を、合わせた25症例というのを対象として、報告しています。で、カルシファイドノーデュールを持つ患者の背景にまずなりますけども、25症例のまとめですね。年齢は平均で70歳で、男女は半分ずつ。合併疾患を見てみると、高血圧が 89%、糖尿病が 58%、CKD が 53%。比較的透析患者に多いイメージありますけども、今回の群では透析患者 16% ということでした。で、カルシファイドノデュールがあった病変に関して見てみると、LM が2割、ライトが6割で、LAD とか CX にはほとんどこのカルシファイドノデュールはできないっていうところが、特徴かと思います。で、まあ、早速病理の画像になるんですけども、これはカルシファイドノデュールが、ライトにあった患者さんの病理の検体になりまして、まあ、左上の図は、まあ、放射線の透視画像ですね。で、この白くなっているところが石灰化になりますけども、まあ、非常に石灰化の強い患者さんのライトを、5断面にして BCDEF というふうに切っています。で、まあ、まず、真ん中の段の、HE 染色のところを、左側から見ていただくと、まあ、石灰化の、プレートがですね、B、C と続いているんですが、まあ、D と E のところで石灰化結節カルシファイドノデュールが、あって、で、さらに F まで進むと、ディスタル側に進むと、また、石灰化のプレートが出てくるということで、まあ、このようにこのカルシファイドノデュールっていうのは、プロキシマルとディスタールが、石灰化のシートで、挟まれているっていうところが一つ特徴として挙げられます。で、まあ、この石灰化結節のところの、さらに細かい、染色、右上の図ですね、これモバット染色っていって、まあ、筋組織とか弾性繊維を染める、染色になるようなんですけども、これ見てみると、この矢印で示した紫色のこのバンドみたいなところがちょうど中膜に当たるんですけども、まあ、このカルシファイドノデュールはこの右上の黒い矢印のところで中膜突き破ってるっていうのも、まあ、一つ特徴として挙げられるということです。で、一番下の染色に関しては、これコラーゲンを見てる染色になるようなんですけども、まあ、左側から見ていただくと、この青い矢印のところがちょうどコラーゲンを表しているようなんですが、石灰化っていうのは表面にこのコラーゲンを伴ってるんですけども、D' と E' のところのこのカルシファイドノデュールのあるところっていうのはこのコラーゲンが欠損してるっていうのも一つ特徴として挙げられるようです。で、これまた別の患者さんの、検体で、こちらの方は LAD ですね、の、カルシファイドノデュールを見てますけども、まあ、右上のところが一番全体のカルシファイドノデュールの結節で、これを拡大したのが下の段になりますけども、下の段の E のところを見ていただくと、カルシファイドノデュールの表面に、まあ、フィブリンとか、血栓がついていて、まあ、先ほど挙げた特徴として、確認されます。で、この右下の
茶色のやつは、フィブリンを特徴的に染める、染色だったりとか、血小板を特徴的に染めるような染色で、まあ、これをもってもやはりカルシファイドノーデュールの表面というのはフィブリンとか血栓が付着しているということが分かるようです。でここからは、カルシファイドノデュールを持っている患者さんのカルプリットアルテリーですね、カルシファイドノデュールがあった血管とノンカルプリットアルテリーは、カルシファイドノデュールがなかった血管を、比較しています。で、まあ、まず上の、この EEL、IEL っていうのは外断性板とか内断性板になりますけども、そこに囲まれたエリアを見てますけども、カルプリットアルテリーはノンカルプリットアルテリーに比べて、まあいずれの面積も大きくなっていて、カルシファイドノデュールのある血管っていうのはポジティブリモデリングを起こしているってことがわかります。で、下のカルシフィケーションのところを見てみると、カルプリットアルテリーとノンカルプリットアルテリーを、比較して、カルシフィケーションのエリアは広くなっていて、まあ、よりやはり石灰化が強い血管でカルシファイドノデュールがあるということが分かります。で、ここからまあちょっとやや複雑になってくるんですけども、じゃあなんでこのカルシファイドノデュールができるのかっていうのを、まあ、病理から迫ってるっていうのがこの論文になります。カルシファイドノデュールができる、まあ、背景の候補としてまずこの3つを挙げていて、ネクロティックコアとカルクと、ネクロティックコアカルクですね。この NC はネクロティックコアなんですけども、ネクロティックコアカルクっていうのを3つ挙げていて、まあ、まずそれぞれの特徴っていうのを染色で示してますけども、まあ、一番左側のネクロティックコアっていうのは、まあ、脂質の壊死層ですね、が壊死した部分っていうのはネクロティックコアで、これの一番下ですね、 A2' のところを見ていただくと、ネクロティックコアっていうのは、基本的にはコラーゲンを伴っていないんです。で、真ん中のとか、H2 染色を見ていただくと、まあ、ネクロティックコアっていうのは基本的にはカルクも伴わないので、ネクロティックコアはカルクもなくてコラーゲンもないっていうのは特徴になります。で、真ん中のカルクを見ていただくと、まあ、もちろんカルクなんで、この方カルクはあるんですけども、カルクのところのコラーゲンを見てみると、一番下の B2' のところは、コラーゲンっていうのも伴っていると。単純な石灰化の病変というのはコラーゲンもある程度伴っているというような特徴があるようです。で、一番右側のネクロティックコアカルクのところを見てみると、まあ、これもカルクが背景なんでカルクはもちろんあるんですけども、これが壊死を起こしてネクロティックコアカルクになるとコラーゲンを伴わないというような背景になるということが、分かります。で、この3つのうちでこのカルシファイドノデュールがどれに当たるのかっていうところなんですけども、今度カルシファイドノデュールを同じ染色で見てみると、まあカルシファイドノデュールなんでもちろんカルクはあるんですけども、一番下のコラーゲンを見てみると、カルシファイドノデュールっていうのはコラーゲンを伴っていないようなのが特徴になっていて、まあこれ右側でこの上の3つの候補、病変背景からカルシファイドノデュールができる、合致するものを見てみると、ネクロティックコアとかカルクから直接カルシファイドノデュールができるっていうのはありえない経路になって、まあ、これを考えるとネクロティックコアカルクですね、まあ、カルクが壊死した部分っていうのが、変化してカルシファイドノデュールができるんじゃないかっていうのを、まあ、これらの病理の背景から、導き出しています。で、まあ、これらを裏付けするためのデータを示していて、カルシファイドノデュールのある血管とカルシファイドノデュールのない血管で、青いバーがこのネクロティックコアカルク、赤いバーが単純な石灰化を見てますけども、やっぱりカルシファイドノデュールのある血管っていうのは、この壊死したカルクですね、ネクロティックコアカルクっていうのが多いっていうのが、今回の病理の結果でも分かりました。で、こちらは、カルシファイドノデュールのある血管の、もうまさにそのカルシファイドノデュールがあった場所をカルプリット、それより前の病変、部分をプロキシマール、遠位部分をディスタールということで、それぞれの病理画像の特徴を示してますけども、まあ、下に、まとめてまして、血管のリモデリングに関しては、まあ、部位によっては変わらないんだけども、ネクロティックコアカルキシケーションというのがやはりカルプリットには多くて、まあ、普通の石灰化に関してはむしろカルプリットでは少ないということが分かります。で、この右側のグラフは、プロキシマールカルプリットディスタールでのそれぞれの石灰化の角度ですねを、示してますけども、プ
プロキシマールとかディスタールっていうのは、まあ、200度から240度ぐらいカルクで覆われてるんですが、カルプリットの部分では89度と、まあ、一般的なその石灰化の部分が少なくなっているというような結果になっています。まあ、この結果から、まあ、結局カルシファイドノデュールがある部分っていうのは、もともと石灰化があったんだけども、それが破壊されて、ネクロティックコアカルシフィケーションになって、そいつがカルシファイドノデュールになってるんじゃないかということを裏付けている結果になります。で、これも、同じことを、グラフで示しているんですけども、やはりカルプリットの部分では、青いバーのネクロティックコアカルクっていうのが多くなってますよっていうような説明になってます。でこちらもまた症例の提示なんですけども、ライトの病変に、カルシファイドノデュールがあった、患者さんになりまして、まあ、一番左下の C のところを見てみると、まあ、こんな感じで、石灰化のプレートがずっと連なってるんですけども、その部分一部分が急にこうぐちゃぐちゃになった、石灰化が血管内に突出しているような、所見になっていて、まあ、これ病理で見てみてもやっぱり順番としては石灰化石灰化があって、カルシファイドノデュールがあって、またディスタルに行くと石灰化石灰化っていうような病変になっているということです。で、まあ、これが今回の、セントラルイラストレーションになるんですけども、まあ、これらの、病理の結果を、考慮すると、まあ、結局カルシファイドノデュールがどうやってできるのかということなんですけども、まあお示ししているようにこうライトに、まあ、大きいこうシート状のカルクが、1枚あったとして、それがですね、まあ、こういうライトのヒンジの部分で折れる、でその折れた部分がこうずっとストレスが加わることで、そこにあったカルクっていうのが、まあ、壊死を起こしてネクロティックコアカルシフィケーションが形成されると。でさらにそれがストレスにさらされることで、そいつが血管内に突出してできたものがカルシファイドノデュールなんじゃないかということが、まあ、今まで説明した病理の結果から予想されるということです。で、まあ、例えばこれカルシファイドノデュールと赤色血栓の OCT 画像なんですけども、実は赤色血栓とカルシファイドノデュールと OCT の画像では判別するのが困難と言われているんですけども、まあ、この画像を見ていただくと、右側の画像はですね、その、カルシファイドノーデュールがある体側に石灰化の病変があるんですけども、左側の画像には全く石灰化がなくてですね、まあ、やっぱりこういう石灰化が全くないところにいきなりカルシファイドノーデュールが突出してくるってことはありえなくて、まあ、こういうのを背景を考えると、左側が赤色血栓で、右側がカルシファイドノーデュールってことが、まあ、だんだん分かるようになってくるということです。ディスカッションになりますけども、ACS の原因となるカルシファイドノデュールの形成過程、形態学に関する初めての論文であります。カルシファイドノデュールについてはすでに2000年に報告されていますが、病理についてまとまった報告はこれまでありません。でカルシファイドノデュールのリスク因子としては、今回高血圧、糖尿病、CKD、さらには比較的高齢な60歳以上の患者さんに見られたということです。でカルシファイドノデュールの病変は、先ほど挙げたようにライトの、プロキシマールからミッドと LMT の、いわゆるこの冠動脈で曲がる部分ですね、血管屈曲が強い部分にカルシファイドノデュールの形成が見られました。で病理像から導かれる、予想としては、カルシファイドノデュールっていうのは壊死した石灰化がから形成されることが推測されるということです。石灰化のシートが屈曲ストレスにより破壊され、血管内に突出することでカルシファイドノデュールが形成されると予想されました。で、まあ、この考えをサポートするような、シネ画像での解析を行った論文というのが2017年の JAC にありまして、これやはりライトなんですけども、ライトの、収縮期と拡張期のこの血管の角度ですね、折れ曲がりっていうのをこのデルタアングルっていうので示してるんですけども、これ見てみるとやはりカルシファイドノデュールのある病変っていうのはカルシファイドノデュールのない病変に比べてこの折れ曲がりの角度が強かったということが報告されていて、まあ、こういうまあ物理的ストレスっていうんですかね、屈曲具合っていうのがカルシファイドノデュールの形成に寄与してるんじゃないかということが、まあ、やはりこういうところからも推測されるということです。でまあ、研究のリミテーションとしては、症例はすべて病理解剖を行った症例に限られるため、生存した ACS 患者さんに適用できるかは不明であること、
短施設からの症例であり、セレクションバイアスがある可能性、病歴、内服、冠動脈以外の血管の切開化等についての情報は限られていることとして挙げられていました。コンクルージョンですけども、カルシファイドノズルは切開化が壊死したネクロティックコアカルシフィケーションを背景としており、冠動脈の屈曲ストレスが関与していると考えられるということです。一応ちょっとまあディスカッションポイントというか、あの僕の個人的な疑問も含めてお聞きしたいんですけども、まあカルシファイドノデュールって基本的には透析患者さんに多いっていうふうにあのどっかで聞いたことがあったんですけども、今回比較的透析の率が低かったってことは、まあ、何か考えられる原因はあるのかなというところと、実際にまあカテをやっていてカルシファイドノデュールが ACS の 5% を占めてるっていう感覚はまあほとんどなくてですね、ACS の患者さんでこの方カルシファイドノデュールだったなっていう記憶って本当1例ぐらいしかないんですけども、まあこれって原因考えてみると意外と多分普通のその PCI ストラテジーで意外と広がっちゃってるんじゃないかなっていうのもあって、そのカルシファイドノデュールってその PCI した時の反応ってどうなのかなっていうのも一つ聞いてみたい点です。あとはまあ ACS に出会った場合にはもうあの介入するしかないと思うんですけども、 ACS 以外の場面でカルシファイドノデュールに遭遇した時の介入っていうのはどうなのかなと、まあ、特に虚血を伴わないけどカルシファイドノデュールがあったりした場合には、まあ今後のあの展望としてはこういうのを PCI 介入必要なのかどうかっていうのも一つ聞いてみたい点として挙げさせていただきました。発表以上になります。はい、ありがとうございました。今日は鳥居先生のジャック、今年のジャックからですね、カルシファイドノデュールが、ACS というか、まあ、突然死のカルプリットになった症例というのを、まあ、抜粋して、病理的な解析をしてもらって、普通のカルシフィケーションの病変と、それからそれがまあノデュールになっちゃうようなものとっていうのはそもそも発生が違うっていうことなんじゃないかなということと、それに血管の動きっていうのがまあ非常に関与してるじゃないかというような、まあそういうご報告でしたかね。非常に興味深いものですけれども、鳥先生付け足しがあればお願いします。はい、阿部先生本当ありがとうございました。僕のすごいマニアックな論文をあの昨年度あのジャーナルクラブ JCO で分かりやすかったランキング2位の阿部先生に発表していただけるなんて本当光栄です。本当ありがとうございます。でですね、1個だけちょっと補足っていうかちょっと強調したいところがあって、実はあの石灰化の成り立ちっていう話でもすごい壮大なテーマなんですけど、石灰化の成り立ちっていうといろんなこう流派があって、まあ、ボストンがすごい強かったりとか、ゴニャゴニャいろいろのがあるんですけど、一応まあ全員こう大体アグリなのは石灰化の成り立ちって2パターンありますよと、どうやら。1パターン目がそのスムースマッスルセルで平滑筋細胞があのアポトーシス、エシを起こしてしまってなるパターンと、うん、もう1個はネクロティックコア、さっきお話しさせていただいたネクロティックコアと呼ばれる、そのまた脂質成分が周りがだんだん石灰化して、硬くなってくるパターンと、どうやら2パターンはあるのはもう間違いなそうで、これは大体みんなアグリーで、で、あの、石灰化のこう、創設とかでも大体紹介されてるやつなんです。そっからの細かい話に関するともう、けんけんがくがくあるんで、ここではご紹介してませんけど、大体この2パターンあって、で、僕が言いたいその ネクロティックコアカルシフィケーションと、そのシュートカルシフィケーションっていうのは、まあ、そのまあ、ざっくり言うとネクロティックコアカルシフィケーションは、脂質成分から来た石灰化のやつ。で、シュートカルシフィケーションっていう、その、普通のカルシフィケーションっていうのは、この、平滑筋細胞が壊死したやつって感じなんです。これ、あれで今出していただいている、この真ん中のカルクってやつの、この結構、なんていうんですかね、あの、紫色で、一番上のエッチ染色の紫色の硬そうなやつっていうのが、こう、結構、これは、あの、平滑筋細胞の壊死から来る石灰化。で、そのもう、まあ、一番右のこの右上の方の NC カルクってこう C のところに書いてますけど、そこのところってこうジャキジャキしてネクロティックコアって言われる元脂質成分、もともとはラプチャーしそうな成分のやつが周りが硬くなっちゃったパターンっていうようなイメージで、まあ、そんな感じで2パターン分かれてますよって話なんですよ。で、NC カルクってところは多分もともとネクロティックコア出身っていうか、もともと脂質成分、柔らかい脂質成分出身なので、周りのこの平滑筋細胞出身の石灰化の具合と比べて、やっぱりどこかやっぱ柔らかくて、割れちゃうのは、その平滑筋細胞出身の石灰化っていうよりは、もともと脂質で比較的柔らかいやつがちょっと硬くなって、ちょっとなんていうの、生きがってるやつがやられちゃうみたいな。
こんな感じのイメージかなというふうに考えています。鳥居先生、そしたらその氷材、極材というか氷材性なのか、浸材性なのかっていうのは、うん、の差もありますか、それは。はい、ありがとうございます。そのどっちも検討したんですけど、実はその、ビルマイン先生はもともとそのネクロティックコアカルシケーションっていうのが、そのもともと深く深いところに潜り込んでいて、それでその中膜の方から血流をもらっててどうのこうのってことを考えてたんですけど、そのまま僕が26本集めて比べてみると意外と半々ぐらいです。氷材だけのやつもあるし、奥だけのやつもあるし、まあ氷材から奥までギョッとこう、長くこう、分布してるやつもあるし、だからあんまりその氷材性かどうかってそんなに関係ないんじゃないのかなって、うん。そうなんですね。じゃあそれはもう極材はもうたまたまっていうか、まあそこに。もあるって感じなんで。まあいろんな理由があってですね。はい、ありがとうございます。じゃあ安倍先生のディスカッションポイント、じゃあ一つ一つお願いします。透析でしたよね、まずね。透析が多そうだけど、うん、今回透析患者、少なかったけどっていうのは、アメリカの透析人口っていうのにも影響されてます？はい、もうまさしくそうです。もうそれがもうただ単純な答えなんですけど、実はシーバスのこう、どうやってこう心臓をかき集めてくるかっていうシステムに問題っていうか、答えがあって、シーバス実は観察医、メリーランド州の観察医から突然死の検体を送られてきて解析するっていうシステムをやってるんで、逆に病院で亡くなった明らかに死因がはっきりしてる人って運ばれてこないんですよ、基本は。たまたま、まあ、病院でこうなんか突然死しちゃってコンサートってパターンはあるんですけど、それってもう 10% にも満たないぐらいの言われるんです。で、だいたい 90% 以上はほとんどメリーランド州の観察医から送られてきて、僕らのデータベースで見てみると、だいたい中央値が40歳ぐらいなんです。39、40、41歳ぐらいが中央値なんです。そういう比較的若い人の突然死のプリバレンスなんで、もちろんアメリカに透析が少ないっていう話もありますし、比較的年齢が若いんで、ラプターとかエロージョンとかが、比較的僕らが見てるよりも多いっていうようなこう話があるかな、というふうには思ってるんですよね。なるほど。で、なんだけど逆に僕日本に帰ってきて透析の患者さん見てて、意外と N ステミとかで来られた患者さんで、僕結構もうほとんど OCT か OFDA でやるんですけど、でも結構いるなっていう印象があ。そうなんですね。うん、はい。で、そのカルシファイドノデュールが ICS の 5% って言うけど、いや、そんなないんじゃないのっていう感覚を安倍先生持ってるみたいなんですけど、はい、そこの感覚の乖離はどうですかね。はい、ありがとうございます。じゃあ ACS ってはステミと N ステミに明確に分ける必要があって、ステミでカルシファイドノデュールって僕も確かに見たことない。それはもうなしでいいかなと思ってるぐらい。僕ら、病理の研究だと ST の上昇のデータ分かんないんで、ここで全く言及されてないんですけど、僕、ステミで見てたカルシファイドノデュール、僕も確かに個人的に全く見たことなくて、うん、でもほぼなしでいいかなと思ってるんですが、うん、逆に N ステミで来るような透析患者さんの場合、っていうのはカルシファイドノデュールってなんか多分なんですけど、そういうこう、石灰化の病変がこう飛び出した場合って、ネクロティックはその脂質成分が飛び出す場合でも多分血栓原性が低くて、で、血管を完全にオクルージョンしてるケース少なかった、うん。ほとんどはノンオクルーシブスロンブしてると。うんで、透析患者さんで N ステミできて、で、CK とか、まあ、トロポニンとか漏れてんだけど、意外と狭いところって、まあ、その、完全に詰まってるところはなくて、その一番狭いところに置いてくるパターンっていうのが一番多分多いパターンなんじゃないのかな、と。それって多分そういった理由で、透析患者さんの N ステミだともうほぼカルシアノジルだと僕は言ってるぐらいですかね。逆にこう、ザラザラバキバキしてるから、完全に詰まりにくいっていう感じもありますか？そうですね。まあ、詰まりにくい。多分周りは結構、シートの石灰化っていう、硬い石灰で囲まれて、中の真ん中が破れちゃうイメージなんで、うん、まあ、詰まりにくいっていうのもあるし、多分その、出てきた内容物が、血栓減災低いっていうのが一番多いんじゃないのかな、というような印象を、個人的には思ってます。そんなカルシファイドノジュールですが、結構バルーンとかステントの反応がいいんじゃないかって、安倍先生は思ってるみたいですけど。はい、ありがとうございます。もう、司会進行が完璧ですね、先生。ありがとうございます。いえ流れるような司会進行で恐縮ですけど。それはいいんです。もともと割れちゃったやつなんで、多分そのバルーンの進行でそこまで拡張不良になってるパターンって少ないんじゃないのかな。僕も同じ印象があって。ただその周りの石灰化の程度によっては、まあたまにこう、まあそういうダイヤモンドバックとかロータブレーターみたいなネバルキンデバル必要な病変もあるかなというふうに思うので、安倍先生、ぜひちょっと。N ステミの患者さんで、透析患者さんだったら、ぜひ、OCT とか OFD を引いていただいて、確認いただければ結構見つかると思うんで、なるほど。よろしくお願いします。タビやるときなんていうと、例えば、こう、とんがってる石灰をですね、ぐっと押し出しちゃうと、血管が破れたり、まあ、ルートラプチャーしたりっていうような危険性があると思うんですけど、その感覚っていうのは当てはまりますか？確かにタビやるような患者さんって、実はあれなんですよ。面白いのが、便もノジュラーカルシケーションっぽく、カルシファイドノジュラーの石灰がバキバキに割れたような感じで、
こう、硬くなっていくようなパターンが多くてですね。そういったような患者さんって、やっぱりこの血管にも、冠動脈にも、ね、まあ、上行下行大動脈にも、足の、重要先生の大好きな足の血管にも、やっぱり、割れて、ノズルカルシケーションが起こってくるパターンがやっぱり多いんで、うん、そんなことはやっぱあるかなというふうに思ってます。いや、というかね、その、とんがってるのを、こう、バルーンとかステントでこう押し出しちゃうと、コロナリーが破れたりしないかなってちょっと心配なんですけど、そういうことはないですか？それって、具合次第だと思うんです。石灰化の部分って、まあ、カルシアノジルの他の部分よりは、やっぱり他のファイブラスプラークよりも柔らかいと思うんで、とんがってる とこが、切れてしまう、そのとんがりで切れて、血管ラプチャー起こしてしまうっていうよりは、石灰化のところは変わらなくて、石灰化、まあ、360度こう、石灰化と混じってる部分があったとして、270度ぐらい石灰化が占めてるとしたら、残りの90度ぐらい、うん、90とかないか、まあ、90万残りの部分で広がって、そこがラプチャーしてしまうっていう感じの病変よく見るんです。足の血管でもそうで、結果が変わらず、石の血管を広げすぎてラプチャーするパターンっていうのは、やっぱ足の血管ではですけど、それよく見るんで、そんな感じで多分コロナにもなってるんじゃないのかなと思います、うん。なるほどね。ACS のカルプリットの時は、まあ、その多少リスクを犯してもやっぱり治療しなくちゃいけないと思うんですけど、うん、まあ、そうじゃない疾患で、つまりノンカルプリットのカルシファイドノジュール、これ悪そうな顔してんなっていうのは、ステントでカバーした方がいいんですかっていう質問なんですけど。はい、ありがとうございます。それはカバーしなくていいと思います。まあ、虚血のもやっぱり大事だと思うし、まあ本当、イスキミアストライラもやっぱ本当そうだと思うんで、虚血のは、まあ、もちろん当然ルールアウトするべきだと思うんですが、例えばライトのオスで、うん、結構、なんで、石灰化がせり出してるような病変ってやっぱりあるじゃないですか。あとやっぱりステントの成績もやっぱり良くないし、透析患者さんってますます悪いと思うんで、そういった病変に関しては、まあ、デバルキングデバイスで削るだけ削って、うん、まあ、実質に塗るなりなんなりしてもいいと思うんですけど、そんな感じでステントアップで置かない方針がいいのかなというふうに思うんで、ステントのカバーっていうのは基本的にはしない方がいいのかなと思うのと、まあ、宣伝なんですけど、僕、ヨーロピアンハートジャーナル、ステントの留置後の写真、出したんで、ステント留置後の石灰化の病変の上にステントを置くと、やっぱカバーって遅いんですよね。新生内膜のカバーって遅いんで、やっぱ新生血栓症のリスクになり得るなというふうに思ってるんで、下手にステントを置かない方がいいかなというふうに思ってます。血がなければ。少し、脱線しますけど、そういう、まあ、石灰の上にですね、まあ、石灰が剥き出しになっているようなところに、お薬をペタって塗っても、まあ、基本的には何の意味もないと考えていいですか？はい、それでいいと思います。なるほど。基本的に石灰化が強いところって、もう表面までせり出しているようなやつが多いと思うんで、うん、まあ、岩の上はあんまり意味がないかなと思うんですが、ただまあ360度石灰化があるのって、まあ、少ないじゃないですか。だいたいまあ300度ぐらいで結構あるようなパターンが多いんで、その残りの60度のところにくっついてくるイメージだといいんじゃないのかなというふうに思ってます。なるほど、ありがとうございます。今日はですね、今日はっていうか、珍しくっていうか、世間一般よりもですね、コロナリーに興味がある人がたくさんいるので、ぜひ、質問があればって感じですけれども。さあ、どうでしょうか。鳥居先生、せっかくですので。じゃあ、大月先生からどうぞ。はい、女子大の大月です。鳥居先生、ありがとうございました。大変勉強になりました。ちょっと質問なんですけれども、はい、先ほどちょっとお話にもあったように、まあ、足とかでも CFA とか POP とかの屈曲のあるところにこうボコッとした石灰化が出ることはよく経験するんですけれども、ああいったものもカルシファイドノーデュールっていう認識でいいんでしょうか？はい、ご質問ありがとうございます。僕も最近ちょっと足の病理とかやらせていただいていて思うんですけど、やっぱり足のもうカルシファイドノーデュールの病変ってもう POP に結構多いなというふうに思っててですね、で、まあ、それはその、まあ、血栓がついたらカルシファイドノーデュールだし、ついてなかったらノジュラカルシフィケーションなんですけど、まあ、要するに石灰化が割れちゃったやつ、まあ、掃除でこう、石灰化が結節って呼ぶとすると、もちろん CFA と POP に一番多いし、まあ、それがまあ屈曲がやっぱり一番原因なんじゃないのかなというふうに思っています。逆に、はい、はい。すいません、どうぞ、お願いします。首とかは石灰化がたまにするんですけど、あんまノジュラにならないんで、あんまりこう、足よりもこう、首曲げないからじゃないのかなというふうに思ってます。なるほど。あと、そうすると、その、まあ、コロナリーの先ほどの話でも、結構極材がですね、まあ、今回の検討でも明らかだったと思うんですけども、まあ、一方で、ステントを置いたりすると、逆になんか、そのインステントで帰ってきたときに、カルシファイドノデュールみたいになっちゃうケースっていうのも、経験するなと思うんですけど、それはステント置くことで、なんか、モディファイされちゃって、
新たにカルシファイドノデューができちゃってるのか、それともまあ最初はよく分かんなかったけど、もともとカルシファイドノデューがあったのかとか、その辺はいかがでしょうか。はい、ありがとうございます。そう、すごい質問で、ですね、それは、多分2種類あると思ってて、1種類目は、もともとカルシファイドノデューのような病変にステント留置すると、まあ、そのやっぱり比較的こう柔らかいから中にも出てくるような病変なんです。ステントのエッジをこう、超えて、こう、プロトリュージョンしちゃって、で出てきちゃって、それがそのままカルシファイドノデューにくっついていて、それが慢性的にこの結束にも血栓がついて、再狭窄の原因になっちゃうパターンが1個あるんじゃないのかなというふうに思ってるんですが、でもたまに僕、この前経験したのは、2週間後、もライトの PCI、N ステミで透析患者さんで、ライトに PCI して、男子の LAD があったんで、で LAD にまあ2週間後に PCI したんですよ。で、僕、OCD 好きなんで、ちょっとステントの確認だって言って、ライトをチェックしたら、もうすでに、50% ぐらいのカルシファイドノデューのインステントの病変があってですね。で、それ僕 OCT ガイドで前回も治療してるんで、治療した直後に関しては、全然プロトリュージョンしてなくて、何もステントの中には何もない状況で終わったのは間違いないと思っているんです。そこからもうその後から2週間以内に57号の再狭窄が起こってしまうっていうことがあって、なんかそういう石灰化結節っていうやつも、結節の関与っていうのもあるんじゃないのかなというふうにしか考えられないかなというふうに思ってるんですけど、それ以上はちょっと分かんないです。だから2パターンあるのかなって思ってますが、でも再狭窄の原因にはやっぱりなり得ますし、どう治療していいかはまだ今か今後の検討の余地があるかなというふうに思ってます。うん、ありがとうございます。上島先生どうですか。はい、ありがとうございます。鳥先生、ありがとうございます。ご無沙汰してます、上島です。ありがとうございます。質問2つありまして、1つはまあ、ライトの結局で、まあ、前後シート状の火力でヒンジでストレスかかるっていうのは非常に納得できるんですけど、カルシファイドノジュールのこう小板足にできる印象がちょっとあるんですけど、そのストレスっていうのがヒンジでストレッチされるストレス、体板足のストレスとコンプレッションされるストレスがあるんですと、あると思うんですけど、その辺のこう、発生するメカニズムみたいのがあれば教えていただきたいのと、まあ、そうするとこのライトと LM バイファの周りのノジュールっていうのはちょっと性質が違うのかどうかっていうのをちょっと教えていただきたいんです。はい、ありがとうございます。ご無沙汰してます。本当ですね、ヒンジに関してはこうなんていうんですか、難しいんですけど、こう、まあ、こう曲がっててこう折れるとやっぱり、ま、折れるのって内側だと思うんです基本は。でも小板足って先生のイメージは間違いないから、もう大板足に関しては伸ばされるばっかりで、まあ、ストレスはかかるんでしょうけど、折れるってい う, なんていうかこうパワーがかかりづらそうなのに対して、やっぱ折れるのは小板足かなっていうの先生の多分おっしゃる通りです。僕もあんまり病理でしか見てないので、そんなに意識してなかったんですけど、小板足の方が折れやすいのは、まあ、先生のおっしゃる通り間違いないかなというふうに思ってます。で、LM に関してはですね、LM 実はそのペーパーに細かく書かなかったんですけど、LM のディスタールにカルシファイドノジュールって多くて、で、ディスタールに多いっていうのは、まあ、LAD とサークルに分岐するじゃないですか。で、比較的そこら辺で、まあまあ固定されてるっていうか、あんまり動かないところなんで、まあ僕らもその、両方が固定されてて、こうやって動くことで真ん中が折れちゃうみたいな、そういうこうイメージでいてですね、まあ実はちょっと話脱線しちゃいますけど、ステントの血栓、ステントのフラクチャー、ステントが折れちゃうところも、まあ、こう二重で重ねにステントを置いたら、大体重なってるところって一番二重で硬いんですけど、重なってる部分の横が折れやすいっていうのが、2009年中澤学が報告してるんですけど、まあそういった感じでやっぱ硬いところの横が折れやすいっていうのも多分、まあ多分力学的に多分間違いないんじゃないかなと思ってて、そう考えると、まあ硬いのに囲まれたライトのヒンジのところが折れやすかったりとか、あと LM も LM で、LAD プロプシサークで多分まあまあ固定されてて、そこで固定されてるところでこう手前が折れちゃうみたいなイメージなんじゃないのかなと考えていますが、まあこれも多分結構力学的にというか、それもっと物理学的な解析が必要なんじゃないのかなというふうに思っています。ありがとうございます。もう一点いいですかね。カルシファイドのノジュールのこうボリューム的なところで、その今回検体からの検討だと思うんですけど、そのある程度のボリュームが大きいとその ACS を発症するのか、その辺って何かありますかね。石灰化のボリュームです。それで結構実は大小様々でっていうか、先ほどもちょっとお示ししました、お話ししましたが、表面にあるのか奥にあるのかっていうので結構実は様々でですね、あまりボリュームで大きければなりやすいっていうわけでも
なさそうだなってぐらいしか言えないんですけど、申し訳ない。はい、わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、畑先生、どうぞ。ありがとうございます。東京市内の畑です。ちょっと一つ質問があるんですけど、ちょっと僕も、まあ、ハマスにいたときに、まあ、カルシファイドノジュールによる ACS っていうのを経験してて、その方ちょっともうバルーンも通らなくて、結局ロタして、その後バルーンでステントを置いたんですが、まあ、この説明だと、まあ、ヒンジのところで、まあ、バラバラになって、まあ、血栓成分が多いからバルーンが広がりやすそうということなんですが、実際にそのロタをした方がいいその判断基準っていうのはありますか？ありがとうございます。まあ、多分その通らなかった一番の原因って、多分もうプロキシマルオアディスタールの石灰化の具合がひどかったからだと思うんですよね。なんでそういった病変の場合って、まあ、デバイスももちろん通らないと思うし、僕石灰化には基本デバルキングデバイスがやっぱりいいかなというふうに思ってるんで、アルシアノジが起こっちゃうぐらいの人の ACS にはあんまり、まあまあ、ダイヤモンドバックとかロータとかもあんまためらわず使った方がいいんじゃないかなと個人的には考えていて、そうしてます。でもまあ、エビデンスとかないんですけど、そんなイメージありがとうございます。あと、どうぞ。ああ、すいません。まあ、今回その石灰化のところが壊死して、まあ、形成されるってことなんですけど、まあ、そのヒンジのところ以外のその近くのところもそれは起こり得ること。要は、それが進展していく可能性っていうのはあるんですか？はい、ありがとうございます。多分進展はないかなと思うんですよ。まあ、硬いところ、硬いところの真ん中で折れちゃうイメージなんで、硬いところから柔らかくなること多分ほぼないと思いますが、まあ、硬いところでもこうまた今後のそのヒンジモーションの具合によって折れちゃったりとかすると進展するのかな。でもあんまりそんなイメージないです、個人的に。すみません。ありがとうございます。はい、島崎先生どうぞ。あ、鳥井先生ありがとうございます。西新井初説の島崎と申します。臨床的な質問は結構皆さんがされたので、今回先生の論文でカルシファイドノジュールの、まあ、成因の、まあ、一端が分かったっていうところになるんですが、これはそのプライマリープリベンションというか、その事前診断みたいにつなげるために他のコロナリー CT とのマッチさせるとか、でも今まあ採血とかでも研究中だとは思うんですけれども、なんかそういったものってありますかね。はい、ありがとうございます。事前に診断をどうするかって話に関しては、実は僕らマイクロ CT っていうのがシールバスにあって、その一部そのカルシファイドノジュールの合計26例出したうちに3例はマイクロ CT 取れてるんで、それを解析すると、まあ、CT でそのまあ割れた感じの石灰化って意外と分かったりすることは あってですね、マイクロ CT だとまあまあ分かるかなというふうに思うんですけど、まあ、ただそのマイクロ CT でもそのもうすごいちっちゃい血管を1時間ぐらいかけてこう細かく取るのが目的なんで、で全く動かない血管なんで、そこの解像度まで、まあ、これって多分逆に言うと CT の未来だと思うんですよね。多分もうちょっとこう頑張ってこう画素数が良くなったら、多分10年後、20年後には多分その画素数には確保できる可能性はあるかなというふうに個人的には考えているんで、まあそんな、まあ CT で分かるような未来は来るかもしれないですけど、だから逆に今のモダリティで分かるデバイスと CT が一番近いと思いますが、分からないので、まあ OCT とかの侵襲的なデバイスで確認するしかないんじゃないのかなと思ってます。ありがとうございます。まあ、予防に関してはもうね、減塩と運動ですよね。透析にならないのが一番いいかなと思いますけど。はい、ありがとうございました。他にありますか？先生、すいません、お付きですけど、はい、最後に一つ、僕、暗記をすると、たまたま見つかるっていうか、透析の患者さんだと、結構、その、ボコッとしたカルクが、まあ、見つかっちゃうことってあると思うんですよね。で、意外と、まあ、FFR やとかでも、出ないっていうケースがあって、ただ、こう、見た目には結構抜けてて、狭窄度としては結構きついのかなっていうのでどうしようかなって悩むケースがあるんですけれども、まあそういうふうにそういう病変でまあ手をつけない場合にそのカルシファイドノジュールのその自然歴っていうか、まあほっといてどうなってしまうか、もしくはあとは何か介入する方法っていうのがあるのかっていうのをちょっと教えていただければと思うんですけど。はい、ありがとうございます。冠動脈に関しては、まあ、そのままボコッとしたやつが多分時期にこうもっとさらにこうなんていうんですかね、こう川に近づいていって破れたら カルシファイドノジュールになって N ステミになっちゃうみたいなパターンがやっぱり可能性としてあるんじゃないかなというふうに思うんですけど、まあじゃあもう虚血もないのにだから治療するのかっていうと、まあ、そこはもうあんまりリスクとベネフィットあんまりあってないかなというふうに思うんで、様子見るしかないかなと思うんですが、
まあ、明日の世界ではそうなんですけど、明日の世界で言ったら工業庫の方が後継者版よりもなんか、足の予後に関してはいいみたいなあると思うんですけど、ああいうのってやっぱり全部血栓ができちゃって、それがあんまり広がらないようにするっていうのが一応メインだと思うんで、まあ、高血小板高凝固をしっかりするのが予防だとは思うんですが、そこはもうこの辺の HBR とか患者の出血リスクの相談で、で、逆にそういう人ってもう出血リスクも高いと思うんで、まあ、前置き長かったですけど、様子見しかないかなというふうに思ってます。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。高田先生どうぞ。ありがとうございます。ちょっと素人質問になっちゃうかもしれないですけど、このヒンジの、あ、女子大の高田と申します。ヒンジのところが先にできるのか、カルシファイドノジュールが先にできるのかっていうところで、例えば若い人でもイベントを起こしやすい人は、もともと解剖学的にヒンジが強かったような人っていうパターンがあるのか、そのヒンジがあるような人がやっぱりノジュールができやすくなって、最終的にイベントを起きやすくなるのかとか、その辺の検討とかってもう言われてますか？いや、ありがとうございます。もう本当、すごいいい質問で、もう完全に卵が先か、鶏が先か理論と全く同じ。多分誰もわかんないと思うんですけど、僕は鶏が先か理論の方で賛成で、っていうのは前の言い方が。どっちかどっちかわかんない。石灰化が先にできちゃって、でももともとヒンジがある素因がある人で、石灰化がガツガツできちゃうような、こう、まあ、透析患者さんとか CKD とか、ああいうこう素因が加わったところに、ヒンジがたまたま重なるとなっちゃうっていうのが、やっぱり多いんじゃないのかなというふうに思うんで、僕はそっち派なんですけど、まあ、証明できる多分すべてないと思うんで、多分。じゃあ、ヒンジがある人が先っていうことですよね。と、僕は別に。ヒンジがあって、石灰化が起きちゃう人が先っていうか。ありがとうございます。ヒンジがあるところに石灰化が起きやすいっていう話は逆に病理で言うとないんで、石灰化が起きやすい人プラスヒンジで合わせ技一本でみたいな感じから、なんか臨床的にもあんまり動脈硬化ないのになったのリスクがあんまりないのになったりとか、逆に動脈硬化のリスクが強いのにあんまりならなかったりとかする人がいるのは、そういう辺が原因なのかなちょっと、かもしれないですね。ありがとうございます。回線子に少ないのは石灰化ですか、それともカルシファイドノデュールですか？どっちもだと思うんですよね。石灰化も少ないって言われてるじゃん。LED とライトが多いので、たまに病院で報告があったりしますけど。それはなぜでしょう？いいこと言いますね、先生。それは、まあ、わかんないです。わかんない。なるほど。はい、ありがとうございました。安倍先生、最後どうぞ。何かあれば大丈夫？すべて解決しました？ありがとうございます。もう皆さんから質問で。はい、ありがとうございました。鳥先生もすべての質問に丁寧に答えていただいてありがとうございました。最後にですね、例えばそういう、まあ、ビッグ先生がいらっしゃったビッグラボですけど、例えばこれをジャックに出そう、これをサーキュレーションに出そう、もしくはこれをヨーロピアンハートジャーナルに出そうっていうのは、どうやって誰が決めるんですか？はい、ありがとうございます。まあ、ビルマーにいれば本当特殊で、で、結構ビルマーにするとノリっていうか、思い入れに比例して、ジャーナルを上げていくって感じ。実は僕はカルシファイドノジュールのペーパーもニューイングランドにまず出して。ニューイングランド、ランセット出してダメで、うん、僕たまたまその時にヨーロピアンハートのステントを買った頃だったんで、ヨーロピアンハートに出して、で、僕ちょうどたまたま、その頃も東海大学に帰って自分でどこ出したいか、まあ、希望を入れる段階だったの、サークかジャックかどっちかって話になってて、で、もうサーキュレーションのアソシエートエディターがたまたまいるんですよ、うちの病院に。で、いつもちょっとカンファの時に、ゴニャが言うタイプの先生でですね。で、先生出したんですけど、はい、すぐで落とされて、でもその後で、まあ、その話が愚痴になっちゃうんですけど、まあ、息子がビルマインですね、息子っていうのがいて、その人が、まあ、ラボのトップなんですけど、そのジャックに出したのとか、もうあまり興味なくて、料理の話なんで、完全に。でも、じゃあ分かったんですよ、もう次 ATVB に行こうみたいな。PV。はいはい、ね、ちょ、待て待てって、もう本当もう、僕もこれやばいなと思って、もう2時間ぐらいかけてメール作って、もうかなり愛のあるメール送ったんですよ。まあ、ちょっとまあ、ジャックにだけトライさせてくれってメール送ったら、あ、なんだ、出してなかったのが忘れてたって。で、やっとジャックに出す権利をもらうっていう。いやー、すっごい違ったの。まあ、本当ラボのボスのノリです、完全に。生々しいお話ですね。はい。ありがとうございました。ということで、今日はですね、世界の鳥居先生が、僕たちの JCO に遊びに来て、いや、教育しに来てくださいました。まあ、あんまり、まあ、そう、まあ、しょっちゅう見るものではないですけれども、カルシファイドノデュールと、まあ、ノデュラーカルシフィケーションの違いっていうのを、
まあ、今日は学べたかなと思いますけれども、まあ、それがどういうふうに役に立つかは、まあ、これはあなた次第ということで、今日もコロナに気をつけていってらっしゃい。